ブラストポリスワープロって丸でブラストは8掛けだったと思うんですけども、ブラストだとどうしてもボールが、ラケットによってねこういいボール打てるけど飛びすぎてしまう。でそれをなんとかクオリティを落とさずに抑えたい。または、ポリツアープロだと表面にジャグドゥウェーブパターン、要は打球時のショップおすすめストリングスパート5。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いいたします。ショップで取り扱っている100種類以上のですねストリングシリーズ、第5弾、来ました。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も第4弾に続きシグナムプロさんですね、シグナムプロさんのストリングスをご紹介していきたいと思います。本当にこのストリングって結構いろんな種類があって、グリップテープほどその工場が変わったからとかって言ってこうストリングが悪くなるってことはあまりないと思うんですけども、どちらかというと個人の技術が上がったりとか、あとはテニスの回数減ってちょっとねこういつも8ぐらいの力で飛ばしたボールが10ぐらいに、力出さないと飛ばなくなったとか、そういった時にいろいろとこう技術が影響して変えていくものだと思うんですけども、とにかくいろんな種類を定期的によっぽどこれっていうものがなければ使っていくことを個人的にはお勧めしています。あとは好みの傾向もあるので話聞いてて、このストリングスもしかしたらこれに近いのかなとか、そういうのは感じていただいて、もしですね皆さんのこうテニスのスキルアップの向上に役に立てればと思いますので、ただストリングは2ヶ月3ヶ月に1回は確実に変えてくださいね。消耗品ですから、貼って初め1回目の消費期限、もう1回打ったらそこから、ストリングどんどん劣化していきますので、このタイミングだけは間違えないようにしていきましょう。では今日も行ってみます。もし話ちょっとでもよろしければいいねボタンとチャンネル登録ですね。またポジティブなコメント、お待ちしておりますのでよろしければお願いいたします。では行ってみましょう。1つ目は、アウトブレイクですね。僕も打たせてもらったんですけども、ボールをスイングスピードがとにかく速くてボールをぶったたきたい方、そういった方ですね、こちら使っていかれると良いと思います。で、自分のパワーがそのままラケットとストリングに伝わって、ストリング自体も結構しっかりちょっと弾くけど固めのような、イメージです。なのでガンガンゴリゴリ押していきたい方ですね、使っていくと良いと思います。で、私個人は使っていただいても、私のテニスは動画見ていただければと思うんですけども、ちょっと硬いかなっていうのと、ボールがヘッドが加速してもボールをこう強く飛ばしてくれない、つまりもっと速いスイングスピードで効率のいいスイングスピードができる方にはおすすめだと思います。ただ一つ難点というか気をつけたい点が、テンションの維持率がかなり低いと思いますので、バチバチ切れる方でハードヒットしたい方向けだと思います。よろしければ使ってみてください。で、2つ目はサンダーストーム。これはもうこのラフ加工されている紫のストリングで、色的には賛否あると思うんですけども、僕はラフ加工全面張りはあまりおすすめはしてないんですけども、スイングスピードがとにかく速い方とかは、ラフ加工のものでもスナップバック、しやすいと思いますので、そうですね、アルパワーラフ使ってて硬いなって感じた方、アルパワーラフ使ってるとちょっと腕痛い、もうちょっとこう打球感が何ですかね、もっちりというか包み込むような感じが欲しいって方ですね。ちょっとアルパーラフで硬く感じる方はサンダーストームおすすめだと思います。同じく横にですねハイブリッドしていく時には引っかかりが良くなりますので、なんちゃってフェデラーチョイスですね。フェデラー横にアルパーラフ貼ってますけど、ちょっとアルパーラフだと、削れるのが早かったりとか、あとはちょっと硬い感じがあって、で縦にナイロン貼ってるけど横に硬い感じがあって、もうちょっと打球感を楽しみたいという方ですね、サンダーストーム貼っていかれると良いのではないかなと思います。僕個人的にはハイブリッドの横におすすめしているストリングになってきます。では次行ってみましょう。これ僕も名前とデザインがポリじゃないのかなと初め思ってしまうぐらいのストリングだったんですけども、ファイバーコア、これはナイロンマルチストリングスなんですね。デザイン的にちょっとポリっぽい、ね、ポリのストリングっていろんなカラーバリエーションあるじゃないですか。なのでこうちょっとねポリっぽい色を使ってみたい方、ね、こちらおすすめです。で何がいいかというと、まあ、考え方それぞれあるんですけど、バイフェーズで僕バイフェーズ一押しなんですけど、まあ、スイングスピードとか、ね、本人のこの感覚によってですね分かれてくると思うので、まあ、バイフェーズでちょっと打球感硬いなって感じる方で、マイクロナイトよりもちょっとボールを飛ばしたいなって方ですね。スイングスピードが速くなくても打球感の柔らかさとこのそれプラス飛んでいく快適性が両立されているストリングだと思いますので、そうですね、だからエクセルよりも飛んでくれて、バイフェーズよりも硬くなくて、マイクロナイトよりもさらにもう反発力があるようなイメージですかね。はい、僕はもうマイクロナイト、イソスピード、バイフェーズで足りてると思ってしまうタイプなんですけど、まあ、その3つを足して3で割ったイメージですかね。だからどれも合わないな、でもナイロンマルチ好きだなって方、是非一度こちら使ってみてはいかがでしょうか。はい、まあ、実際に使った感想とか思ったことを述べてるので、まあ、皆さんのフィーリングと合うか分かんないですけどね、少し参考にしていただければと思いますので、次ファイアーストームですね。でこれ実はグランドスラム出てるプレイヤーですね、ユズにもそうですけど使ってる人実はちらほらいるんですね。いやトップ選手にも使われてるストリングで、そうですね、僕個人的にはやっぱスイングスピードはプロってみんなスイングスピード速いじゃないですか。だから周りと比べてスイングスピードがめちゃ速い人とか、あとはこう真ん中をほとんど外さない方とか、そういう方にはおすすめなのかなと思いますね。やっぱりラケットのしなりとか腕のしなりでボール飛ばせる方っていうのはある程度こういう方で、硬そうに感じて硬くないんですね。こうイメージ的にはこうボスっていう感じですかね。ボスっていう感じで飛んでってくれる。だから、まあ、僕とかはそうなんですけど、例えばテイクバックで力んでしまってこうインパクトにかけてうまくコンタクトできないことがしばしある方はおすすめできないですけども、まあ、僕自身もあまりこう自分には合ってないかなと思うんですけども、もっとこうコンタクトポイントからフォロースルーにかけて。ほとんどまあ一定のですよね、緊張した場面でもちゃんとここまでスイングできる、まあ、プロのようなスイングできる方ですね。はい、シグナムプロのこのファイアーストームおすすめだと思います。まあ、実際私のこの試合に出てるコーチ使ったところ、あ結構いいですねって言った評価を受けてますので、まあ競技者向けですよね。なんかスクールの上級とかいうよりも超競技者向けのストリングになってますので、まあ、結構合う人にはやみつきになるストリングだと思います。ポリです。はい、では次行きましょう。次はヘキサブレード、まあ、見ての通り六角形のストリングですね。エクスペリエンスとか、あとは六角形でいうと僕エクスペリエンスが出てこない、六角形のガットの中でもとりわけ硬い感じはするんですけども、手元に当たった感じはそんなに悪くない。これ難しい表現なんですけど、エクスペリエンスよりも僕の中では柔らかいと思います。で柔らかいけれども硬い、柔らかい、中くらいってやったら硬いと中くらいの間、まあ、やや硬いイメージですかね。ただしっかり引っかかってくれるのと、そうですね、振動止めつけてる方にはそんなに打球感の悪さが目立たない品っていうかね、ストリングになってきます。でまああとはやっぱスイングスピードですかね。僕振らせていただいて、だからスイングスピードがある程度安定してちょっと速い方以上向けですかね。まあ、スイングが遅いとボールの引っかかりが悪くなってきますし、球離れもですねどうしてもこう加速して飛び出すような感じではなくなってしまいますので、スイングスピードが決め手だと思います。ただしこちらも先ほどお話し差し上げましたけど、サンダーストームとかと同様、はい、横に張っていくとですね結構引っかかりが良くなるんですね。なので縦にナイロンマルチ貼って横にこのヘキサブレード貼っていくと結構引っかかりが良くなってきます。まあ僕よくマイクロナイトとヘキサブレードの組み合わせとか、まあ、あとファイバーコアとねこう結びつけてもいいのかなと思います。横に持っていくと五角形よりも五角形ですぐ、まあ、王道ハイパー G とツアーバイト、あとはポリツアースピンなどと比べていくと六角形な分だけちょっと削れる度合いが少ない、ちょっとこう切れる時間が長くなるプラス引っかかりが良くなってきますので、そうですね、ヘキサブレード使っていってみてもいいかなと思いますね。ハイブリッドの横におすすめです。パンテーラ、このヒョウですかね、はい、とにかく、弾きがいいです。めっちゃ弾いてくれます。なのでなんか手元のずっと残ってる感じが嫌だって方ですね、ポリ使われてて、そういった方はおすすめになってきます。結構パチンと弾いてくれますので、だからダブルスでこうレシーブをね、こう相手のサーブをこう面を合わせてこう強いボールを打っていきたいとか、ボレーをしっかり飛ばしていきたい方、まあ、ストロークもフラット気味なので展開していきたい方ですね、こちらのパンテーラ、結構おすすめいただきます。とにかく弾きがいいのが、売りですね。まあそうですね、だからこれは使ってみないとわからないですけども、まあ、それこそプラズマピュアとか、ね、ポリプラズマとかそこら辺使われていて、もっと弾いてほしいって方、個人的にはパンテーラおすすめになってきます。はい、では次ですね、最後です。最後はコブラ、こうしてコブラってねちょっと古いですね。はい、コブラはイメージ的にはブラストはパワーが出過ぎちゃう、ブラストをもっと安定させたい方、もしくはポリツアープロだと硬い方で、もうちょっと打球感の柔らかさを求めたい方、こちらコブラがおすすめになってきます。まあそうですね、ブラストポリツアープロって丸で、ブラストは8掛けだったと思うんですけども、ブラストだとどうしてもボールが、まあ、ラケットによってねこういいボール打てるけど飛びすぎてしまう。でそれをなんとかクオリティを落とさずに抑えたい、または、ポリツアープロだとこう初めいいんだけどだんだんこうねゲーム数重なってきたりとか、それこそ練習、まあ、レッスンされてて、で後半になってくるとちょっとラケット重たく腕が重たく感じる、もうちょっと飛びが欲しい方ですね、こちらコブラ使っていかれると、すごくいいと思います。表面にジャグドゥウェーブパターン、要は打球時の表面積、当たった時に表面積を拡大して、まあ、かなり種類ありますよね。当たった時にからやっぱり普通の王道ラケット、王道ストリングスが怒られるかもしれないですけど、まあいわゆる接地面が多くなって飛ばしていくといったラボラとコンセプトで、まあヨネックスだとかやってますので、まあそういった反発力ですね。まあテキニファイバーもそうですけど、もう使っててもうちょっと何か足りないな、ちょっと欲しいな、何か欲しいなと思った時ですね。シグナムプロさんのストリングですね。もしよろしければちょっと私の話してる内容を参考にちょっと使い分けてみてもいいかと思います。かゆいところに手が届くようなストリングだと思いますので、なんかより追求していく方に好まれる傾向にありますので、もしよろしければ、はい、お試しください。はい、といった形で、第5弾ですね、これにて終わっていきたいと思います。またいろいろと上げていきますんで、ストリングですね、いいと思います。でも多くの方はいや合ってるかどうかわからないっていう方の方が多いと思うんですね。テニスの経験値積み重ねていって、ね、これから向上していかれる方、どんどんね上達される方っていうのは、まあ、自分に合った、ね、一本見つかるまではちょっといろいろと冒険してみてもいいのではないでしょうか。では今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。また見てね。